皆さんこんばんは、キムリンオーディオです。仕事から帰り家に、戻ってるところでありますが、今日一日中ずっと雪ずっと降りっぱなしで、もう僕の家の前の道路こんな状態になっております。やべえなこれ。僕のねアルトワークス君は、一応 4WD なんですが、嫁さんの S660、 今日嫁さんもまだ仕事で帰ってくるのがまだまだ先なんですが、今僕の家に着きました。おっと、もうどうしたらいいんでしょうね。やれやれ、わお、参ったなこりゃ。わあすげえ。もしかしてこれ埋まるかもしんない。わ、ちょっと降りてどんな状況か見てみましょうか。よいしょ、よっこらショット。もうこんな状態です。お家に、もうこんな感じになってしまう、もうこんな感じになっております。もう擦ってるね、はい、いやちょっと暗くて申し訳ないんですが、今こんな感じであります。よいしょ。さてと、こんな感じです。ズボ、うわ、よいしょ。いやこんな感じであります。なんかパウダースノー、なんかスキー場みたいになってしまいましたね。はい、なんかこういう感じで、ワークス君、今日も、通勤で、乗ったんですが、このような状態になっております。一応雪は落としたんですけどね、もうすごいことになってます。せっかくこの前友人からホイールローダー借りて除雪したんですけども、こんな感じになってしまいました。やれやれ、はい。じゃあ今から何するの？はい、今から、ここ除雪します。どうやって？手でやります。さすがにね、機械はちょっと、持ってこれないので、多分機械は友人がね今必死こいて動かしてると思いますんで、ちょっと今貸してっていうのはちょっと言いづらいので、今からこういったもので、地道にポイッて、やっていく感じであります。今ちょっと片手でやってるんですけど、はい、あとここにママさんダンプっていうのがあるんですけども、こういったやつですね。ちょっと見づらい、ちょっと暗くて見づらいんですが、こういったもので、雪を除雪をするということであります。いやー、ここにね、僕のワークス君と、嫁さんの S660 2台が入る場所なんですが、今何センチぐらいだろう。もう20センチ以上です。もうこんなところなんかもう20センチ、40センチぐらい溜まってますね。はい、まだまだ、北海道の冬はまだ続きそうです。なかなか、ワークス君とか S660 君とかなかなか、手をかけることが非常に厳しいという状況であります。さて、今から除雪です。それではまた。